新学期みんなに使ってほしい文房具を2000円以内で買ってきました。買ってきました。なのでこれを紹介していきたいと思います。イエーイ。ティアラチャンネル。アリサの筆箱はじゃん、かわいい。これはラブトキシックで購入しました。かわいい。これ以外にも水色の筆箱もありました、とこれは税込み約990円でした。おお。では回します。結構キラキラで光が当たるとこうやって見えるかな。テカテカキラキラします。かわいい。こんな感じです。中身を紹介していきます。はい。これはラブトキシックと CC で買いました、じゃあまず一つ目はじゃん、ラブトキシックの鉛筆です。かわいい。とこれとあと2つ買いました。これの色違いをなんで紹介していきます。色違いはこのピンクです。うん、かわいい。こうかピンク色です。かわいい。はい。あとはじゃん、こちらの黄色色です。それ友達が持ってた。へえ。これ以外にもあと1個エメラルドグリーンがありました。はい。これは約70円です。安いで次はじゃん、こちらラブトキシックのとピンクのペンです。これ以外にも黄色と赤とあとエメラルドグリーンがありました。これは約150円でした。でじゃん、こちらのラブトキシックの定規です。これも150円から200円くらいでした。かわいい。ピンクばっかでかわいい。これ結構透けててかわいいので買いました。あとはじゃん、こちらのラブトキシックの消しゴムです。これは150円で購入しました。まとまるか、まとまるか。これこっちが横でこっちが縦になってます。おー、ほんとだ。ほんとだ。で、次はじゃん、こちら CC でキャンパスで購入した鉛筆型シャープペンになります。おー、これかっこいい。この消しゴムのところを押したらうわ、芯が出てきます。すごい、すごい鉛筆っぽい。見た目鉛筆よね。ね、普通に使ってても大丈夫。最後はじゃん、このシャーシーになります。これ2つに分かれてるんですけど、こっちが HB の芯が10本で、こっちが2B の芯が10本で、色が分けられています。すごい、使いやすい。あと柄もとっても可愛いです。確かに。これはキャンパスで買いました。200円でした。もう柄も可愛いね。はい、以上になります。中までピンク。うん、あ、そうだね、中はピンクです。はい、次はユナの番です。はい。かわいい、かわいい。猫ちゃん柄。ここ持ち運びできるよね。これなんかフックとかにもかけたりできるし、これ三日月桃子で300円で買いました。全然見えない。これ買った理由はあのスケールトーン風だから超かわいいと思って買いました。しかもシリコン系だしね、じゃあ中身紹介していきます。はい、はい、シンプルね。シンプル。じゃあまずは鉛筆から。はい、これジェニーでジェニーラブで買った鉛筆2本です。100円100円。でこれがいっぱい入っとったやつ、1本30円ぐらいかな。かわいいよね、これ無印で80円ぐらいやったかな。形が鉛筆っぽい、これ超細い。ほんとだ、細い。よし、ほい、かわいい。これはインキューブで買いました。女の子っぽい。1本100円ぐらい。へえ。ラメ入りのペン。ラメ入り。ピンクと紫。かわいい。こんな感じです。安いね。安い、全部安い。
しゴム。ちっちゃいかわいい。消しゴムはゼニーラブで買いました。かわいい。120円。へえ。これ。これは三日月桃子で買った付箋です。かわいい。かわいい。これも三日月桃子。かわいい。マスキング。マスキングテープ。ほら、こんな感じ。形がカタカタしてて超かわいい。おしゃれだよね。で、これとこれ2つで300円でした。へえ。お得感がある。これ。猫ちゃんの赤ボールペンと黒ボールペン。かわいい。こうなってます。なんか耳が下に下がるっていうのがかわいい。猫耳。で、これ。シャーペンです。かわいい。三日月桃子でしょ？そう、三日月桃子。お姉ちゃんの全部三日月桃子。シンプル。これは三日月桃子で買いました。定規のサンリオキャラクターのキティちゃんの。へぇ、かわいい。透明からね、うん、いいよね。使いやすい。これもこれとこれ合わせて300円でした。おぉ、超安いよね、うん、で、これ300円三日月桃子で買いました。ハサミです。コンパクト、コンパクト、超コンパクト、細いけん、うん、筆箱とかにもから、うん、そんなに入る、うん、以上です。へぇ、めっちゃすごい。ということで、新学期に使いたい文房具2000円分を紹介しました。よかったら参考にしてみてね。